続いては、影山飛雄の紹介を、カイトくん、お願いします、はい、やりましょう。はい、それでは、カイトくんの9秒でシャラッキャ、9秒で。シャランキューって。ちゃいますちょっと。違うね。ちょっと今、恥ずかしい。それでは、カイトくんの9秒でキャラクター紹介まで。3、2、1、はい！はい、影山飛雄というのはですね、日向に会うライバル的な、配球のライバル的なポジションにいるキャラクターなんですけれども、非常に口が悪いんですけれども、バレーボールのことが大好きなんです。ねえ。言い切ったわー。え、マジか。マジか。もうちょっと説明したいな。そうだよね。ちゃんと言いたい。給料って本当なんか短いんだよね。そうなんです。だからちょっと影山の紹介しますね。お、影山飛雄、カラスの高校1年です。カラスの高校に行く前はですね、なんだっけ、北川第一。北川第一高校に、あ、中学に。北川第一。留年してるの。いたんですけれども、その時に日向と初めて出会いまして、で、カラスの高校に入った時のポジションセッター、身長 180.6cm。でかい。体重 66.3kg。はぁ、僕と同じだな。マジか？誕生日に12月22日、うん。圧倒的センスでコートを支配する人呼んで、コートの王様。中学時代はその厳しい姿勢からチーム内で孤立していたということですけれども、うん、どうですか？コート上の王様じゃない？コート上の王様。今すごいいい声になんか、うん、いい声だって思ってたら、コート上の王様。おー、はい、カイト君のいい声いただいたところでちょっと聞きたいことがあるんですけど、カイト君はなんか影山とちょっと自分が似てるなって思うところとかありますか？そうですね、髪の毛の色かな。あのさ、黒、そう、日本人基本黒だよね。あと体重ね、うん、僕も66キロぐらいなんですよ。あ、でもガッチリしてるもんね。そうなんです、ガチムチ。あ、ガチムチ。ここカットでーす。じゃあ編集点作ろう。作らない。作らない。男らしいステーだ。でもなんか、アフレコの時にもらったキャラ表の、うんうん、影山の中学の時の身長が、だいたい僕よりちょっと高いぐらいでしたね。うんうん、あ、そうなんだね。だから、この1年間ぐらいで結構伸びたってことですね。うん、おお、まあでも、影山さ、全然見えないけどさ、見えないっていうのはさ、180センチでさ、で、あんな眼光鋭くてさ、中学生に初め見えねえ、怖えっていう風に。怖い、怖すぎる。ね、思うよね。いやー、本当に。え、そんな海斗くんはさ、俺すげえ怖いなって思ったんだけど、第一印象はどんな感じ？第一印象ですか？第一印象は怖いなって。まあそうだよね。そうだよね。だってさ、原作のさ、この初めのコマのところすげえ怖いじゃん。うんうん、で、こう、日向がトイレに行って初めて、こう、うんうん、コンタクトした時は、うんうん、あ、こいつすげえバレーボールにストイックなんだなって思いましたね。そうだね。なんか怖いだけじゃなくて、ちゃんと気持ちをそうやってすごい持ってるから、ね、ストイックな人間が大好きなんですよ。そうなんだよね。だからもう本当にこの役やりてえなって思ってました。あ、わかるよね、そういうのはね。